あれ龍源ハルシオ懐かしい。50人クラフト初期の頃にですね、桜坂龍源という臭い名前でいて、こいつ絶対やらかすって、全員から言われてて、ただ、残念ながら、お母さんにパソコンを取り上げられて、来れなくなってたんですよ。龍源ハルシオンくん、なんで、お母さんからどうやって取り戻したの？なんでお母さんから帰ってきたの？パソコン。くんさん、そいつ旧50人でインド帝国の抹殺を計画してましたよ。詳細希望。詳細求む。スクショじゃあちょっとお願いします。なんだその臭いインド帝国の抹殺も陰キャが貼ったやつ？アマゾン。これでいい？何？殺し屋営業の準備をする。アヌビスをくんさんが入れてくれるのを待ちながら西島を修正する。ファイト 3.0 の建築を、何これは一体。なんか西戸くんとめっちゃなんか、西戸くんってめっちゃ西戸くんの名前出てるけど、西戸くんも友達なの？何か殺し屋営業するの西戸くん。何それ暗殺者リストみたいのがあったんだ。かっけえ。ちょっとが、あの、キリトくんはネタ中二なんだけど、龍源くんはちなみにガチ中二なんだよね。西戸くんもそういう感じだ。並んどくかじゃあ。仲間なら並ばせないとな。ちょっと、はい。いいじゃん。なんかそれっぽい。仲間っぽい。仲間っぽいよ。仲間っぽいで。ディスコードに殺害リストのメンバーを送りました。マジ？あ、これか。ちょ、なんかだいぶ殺害予告されてる人いない？公開しちゃっていいのこれ。秘密、龍源、殺し屋のヒットマン龍源の、ビッキー、ハイハト、チタン、オパイチ、ハマス、アッシアホ。ビッキーと早く大丈夫？暗殺対象になってるぞ。ちょっと ここいてくんない？逃げてる人いるの？なんで？逃げてるなんか。すごいね。あ、高画質版がちょっと来ました。すいません。まあ、ちょっと見てなかったのかな、ね。殺し合いがね、ハマス村の偵察とハマス放火、ハマス村住民の戦闘力、物資の破壊縮小だって。いろいろ考えてたんだな。グランドクラスレジェンド。西戸くんのやつか。グランドクロスレジェンドって。西戸くんさ、ID、西戸グランドクロスレジェンドにしたら。もうやめて。西戸くんさ、ID グラ、西戸、下スラッシュ、あの、グランドクラスレジェンドは。どうだ西戸グランドクラスレジェンド。昔の龍源って後ろの名前、ラビエンテ。西戸くん、ラビエンテはどう？西戸ラビエンテ。ラビエンテもありだよ。なんか一緒に住むか、この際。この際一緒に住むか、西戸くんと龍源。なんかグランドクロスレジェンドっていう名前のこう、まあ、勢力を作って、そこにラビエンテっていうなんか家作るのとかどう？グランドクロスレジェンドの中のラビエンテ。マイクラ議会にかけてみるか、確かに。議会にかけようぜ。いや、こういう時こそだわ。ラビエンテの発足について、ちょっと議会をしよう。あ、みんな集まって。多数決で決めよう。ラビエンテについて、ちょっとお話をしましょう。さあ、始めようぜ。じゃあ、お願いします。じゃあ、西戸くん、じゃあ、お願いします。あの、ラビエンテの設立を承認しますかって聞いてください。出席が定数に達しておりません。これより会議を開きます。日程第一、ラビエンテの構成員もちゃんと言って、ラビエンテ構成員、西戸と龍源。ラビエンテ構成員31番、西戸からの発言は時間の都合により省略。なんだそれ？ブーブーブー。ちゃんと話せ。何言ってんだお前。じゃあ、とりあえず、賛成、反対取りますか。ラビエンテ設立ご異議ありませんか？じゃあ、設立に賛成にいたら賛成ボタン、反対にいたら反対ボタンにしましょう。はい、お願いします、投票。あ？は？本対反対？嘘だろ？ちょっと待って。反対57票になった。え？あれ？嘘でしょ？え？あれ？反対65票？え？おい、これ、職権乱用じゃねえか、これ。ご意義ありと認めます。よって説明しないとすが。ああ！
なんだこいつ。議場の応募を許すな。これ弾劾裁判だろこれ。クビにしろあいつ。以上で本会議を終了させていただきます。お、警察が来てる。警察が、これ許されないね。反対67票か。解散、一旦解散だ。まさかこんなことになるなんてな。なんもないのか。民主主義が、民主主義の死か、これが。これが後のラビエント会議である。ラビエンテ非合法組織になるんだ。え、むしろかっこいいかもね。非合法地下組織。ああ、そういう感じにしたかったのか、西野くん。ちょっとこう、アウトローな感じ。ああ、だから反対にしたのか。みんなから反対されても存続し続ける組織。それがラビエンテ。かっこいい。男の子だもんね。リュウケンくん、何してるの？何してた？リュウケンくん。何してたの？暇してた。かっこいいな。そっか。リュウケンくん、なんかしたいことある？このサーバーで。特になし。興味ないね。この世界に退屈なんだ。なんかちょっと友達になってあげてよ、ほら。この子とかさ、どう？ほら。ほら。ロゼックピン、女の子なんだけど。面白い女。どうだ、友達に。昆布でもあげるから。はい。女の子見てそういう感情湧かない。興味ないね。でも落ち込んじゃったぞ。でも落ち込んじゃったよ。ほら、女の子泣かしちゃったよ。ほら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 、泣いてるし。もう知らないよ俺。リュウケン、リュウケン言われてるぞ。ほらチャット。どうしたの、話聞こうか。近いって。そう、近い。池子さんも書き釜にも囲う。なんで書き釜にはさんつけなかったんだ。囲いがいるのに私だけいないの。ああ。なってくれる？私のナイトに。正直に言っていいか。うん。おい、ちょっと守らなきゃ。岸様守らなきゃ。守る。とりあえず守んなきゃ。返答はこいつらを片付けた後だ。リュウケン、ほらこれ待って、ほら。かっこいい。それなんかアニメの1話見てるみたいだ。アニメの1話見てるみたいでかっこいいね。ちょっとタイムセットデイするか。ちょっとご都合主義で、あの、これあのリュウケンに切られて燃えてる。別に嫌いとかそういうのはしないようにしてるんだけどさ。でも、獣はなんだわ。ツイッターでもそういうエリツイートしてたけど、やっぱそうだったのか。きつい。だから、恋人としては見れない。あ、もういい。面白い女。いやすごいね。かなりアホやばくね。相当農業進めてる。ノルノル農園よりひどいぞ多分。かなり頭おかしいこれ。お前絶対さ、お前飽きるだろ。かなりアホ。パン30スタック盗まれて怒ってる。え、なにパン30スタック盗まれたの？かなりアホ。誰に盗まれたの？これ解決のためにここ伺ってたんだ。わかんない。まあそれ、だって、それ防衛勢力がないから、戦力がないから、それはね、自分で食べたんじゃない？確かに。自分で食べたとかは？かなりアホが。カナリアが気づかないうちに自分で食ってたとかってない？カナリア、誰がパン取ったか見つけたいか？
カナリア。リスクはあるぞ。ちょっとこっち来い、じゃあ。こっち。ここで、グランドクロスレジェンドってチャットしたら、降りてくるはずなんだけど、多分今だと、見習いでいいなら呼べるぞ。ほら。グランドクロスレジェンドって叫んだら、組織のメンバーは来てくれる。もう恥ずかしすぎて体力消耗してるからやめて。グランドクロスレジェンド時期が悪かったな。また今度だ。え、龍玄くん。あ、来た。おい、お前ら来たぞ。来たぞ。龍玄。来たぞ。龍玄くん、こう何してんの？ラビエンテ。さっきからいたよ。そっか。どこに家作ってんの？一体。これどこ？これ。これか。龍玄くんのお家。龍玄ランドじゃん。すごい。すごい、これ龍玄ランド、これ龍玄ランドじゃん。まだ作りかけ、書きかま、ほら、これ龍玄ランドだって。何これ、ほら、何これって。龍玄、じゃあ説明しないと。家、いや、じゃあ もちゃんと説明しないと。 どういう家でって。名前気になるわ、家の名前。何それ、なんであげたの？女の子にあげてる。あまり時間ください。 OKOKOK、 いいよ、もう待ってる。 みんなチャットするの、一切チャットするの、みんな待ってよ。もうバンするぞ、こういうの。OK です。あー、ごめんなさい。はい。じゃあ、どうぞ。ラクリマレクイエム。素敵。いいね。素晴らしい。キリストの涙である。ほら、傷ついてんだって。まあ、そうそう、まあ、ラクリマレクイエムのことはいいんだけど、今傷ついてるらしいよ。なんか失恋しちゃったって。なんかかけてあげる言葉とかある。この曲にセリフがあって、あ、そうそう、それを送れるんだ。それが送る言葉なのか。なんだっけ。嘘、実像、なんだっていいわ。その王冠は女王たる私にこそふさわしいっていうセリフがある。ほうほうほう。おう、それがかっこいいね。なんて言ったか、ああ、つまり、曲を聴いてくれって。物知りだね。あ、音ゲーやってるから知ってるだけ。聴いたら感想送るね。わかった。とりあえずロゼピンの時よりは会話になったな。また来るね。リラックマレクイエム。これは何？ちょっと誰が立ててるのか不明だな、これ。うん。あ、グランドクロスレジェンド。うわー、すげえ、かっこいい。ユーナギの西とグランドクロスレジェンドで殺害された。かっこええ。かっけえ。西とは西とを救しました。え、西戸、龍玄くんちどこ？西戸くん、西戸くん、龍玄ちどこ？西戸くん、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 友達の西戸くん、西戸くん、西戸くん、龍玄ちってどこだっけ？西戸くん、おーい、友達の西戸くん、グランドクロスレジェンドクランの西戸くん、西戸くん、放置してんのかな、これ。しょうがないな。グランドクロスレジェンドジョインだけ。え、あ、グランドクロスレジェンドの、あ、共有枠か。こっちのアカウントで来たのか。共有枠だね、これ多分。クラン枠みたいな。中身西戸くん。
そうなんだ。もういや。流言亭、爆破はご遠慮願います。放火もご遠慮ください。お、流言。流言、お客さんが来たよ。助けて。家やっと完成しました。お家きれい。龍源、なんでハルシオンって名前なの？楽家もこの前気にしてたよ。なんでハルシオンなんだろうって。作曲家目指してんの？楽家の曲作ってもらうしかないんじゃない？50人クラウドの主題歌作ってもらうか。いくつか質問していい？あ、楽家に？うん。何？何の質問だろう。おー、ぶっ込むね。なるほどね。あなたはどういう人間ですか？ちょ、テンション全然違う。大体のイメージはつかめたよ。抽象的に話してくれたので、これだけ揃えば大体のイメージではできます。カキカマさん、自分が納得するまでやってもいいですか？どうしても君が満足するものを作りたいんだ。かっこいい。待っててくださいね。ほら、1ヶ月後期待ですね。お、ちょ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 、なんだ、ザグ、ザグさん、ザグさん、ザグさん、もやつ。ザグ、アイテムをチェストに入れとくね。僕は人から物を取ったりはしない。すごいね、敵に塩を送る。この対立軸がこれだね。この対立軸、カキカマをめぐった西戸ザグー陣営 VS 龍源。すごい、西戸くんなんかさ、両脇になんか XX ついてない？かっこいい。ちょっと待てや。かっこいい。西戸にささやかれました。覚えてるよ。西君、なんでそのモホモホしてんの？それ何？怒って湯気がボーって出てるみたいな、覇気みたいなのが出てる。かっこいいね。かっこいいね、カキカマ。これ西君の剣なんじゃないの？捨ててた。あげるの？西君。あ、お前が受け取れ。この剣はお前にこそふさわしい。だって龍源、ほら、グランドクロスレジェンド主演の時、はい。くん、氷渡りつけてる。なにこれ。くん、お前は氷の異能の使い手か。いや、俺、異能とか持ってないよ、西戸くん。何言ってんの？てか、異能って何、西戸くん。タブいかつ。おい、タブ押してみ、タブ。あ、おい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 、龍拳燃やされて、燃やされて。龍拳燃やされてるぞ。ああ、火の異能を使ってんのが、火のジギルの使い手か。こいつ、火の異能の使い手だから燃やせるんだ。やべえ、勝てねえ。流言ハルシオンは西戸のグランドクロスレジェンド終焉の時で殺害された。火のジギルの所有者、めっちゃかっこいい。あ、異能って書いてジギルね。でもさ、火の能力者だったら西戸くん赤の方が良くない？そう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 、これだよ、これ。これ。お前も使い手だったか。ほら、見ろ、西戸。ホワイトバーン。俺の能力だ。周りを氷漬けにする。ザグー！なんだこいつ！この異能は、勝てない。おい、
西と俺たちの力を合わせなければ奴には勝てない。共同戦線と行こうじゃないか。西斗くん、そういうの好き？ガキの頃はな。まあ、西斗くんも大人だからね。西斗、俺はあいつとは相性が悪い。俺のホワイトバーンではあいつを氷漬けにできない。ザグーは西斗のグランドクロスレジェンド終焉の時で殺害された。すごい、めっちゃかっこいい。西斗くん燃えてる。真の力解放されてザグー倒したんだ。かっけー。大殺しの日。小屋ユー、お前忘れないからな。え、なにこれ、すごい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 、オーラ出てる。こいつもはや火そのものやばい、神々の領域に突入してる。西斗くんの曲キングスバニッシャーでいいですよね、もう。あー、決めてくれた。キングスバニッシャー、かっこいい。大殺しの西斗か。いやー、よかったね西斗くん。先生から火が出てる。先生どこ行ったの？なんか火出てる。ちょっと燃えてないな、マジ先生。やばいやばいやばい。やばい、めっちゃかっこいい。なにこれなにこれなにこれ、めっちゃかっこいいんだけど。なにこれ、わー、やばい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 。うおー。おい、つぶがい、殺されるぞ、お前。おい、つぶがい、やめろやめろ、つぶがい。あ、つぶがい、殺された。異能で殺されたぞ。俺に近寄るな。これ、強えな、これ。おい、せんや、近づきすぎだ。あ、せんやが。やめろ、ニッション。静まってくれ。ここは民間人もいるんだ。みんながみんな能力者じゃない。だから、落ち着け。俺に近づくと、消すぞ。覚醒しやがった。こいつ。俺が沈める。イノー、ホワイトバーン。ビビビビュービビュージュ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 ピュピュン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 。あ、収まってる収まってる。だいぶ収まってきた。よかった。俺、いじられないように息潜めてたのに。いや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 、いじりとかじゃないから、これ。ほんと、かっこいいから。めっちゃかっこいい。ほら、だ遠くからでもめっちゃ見えるもん。これ欲しい。つぶがいダメだよ。これ、ジギルがある人じゃないとつけれないから。ちゃんと能力者になんなきゃダメ。これ、日照赤く見えるやついるか。光った。あー、コータン能力あるね。これ他の人には見えてないから。能力あるやつだけオーラを感知できる。ジギルの。ないやつには普通にこう光ってるだけにしか見えない。見えない。普通だけど。なんか変わった？いや、お前らにはわからない。その方が幸せかもしれない。な。多分動画でもこれ見えてないだろうね、これ。動画と生で見るのと変わんないから、これ動画でもこれ赤くさ、オーラが見える人と見えない人いるよ。うん、動画で見えたやつは、異能使いだな。動画でも。編集者は多分見えないから、多分わかん、わけわかんない編集しちゃうと思うけど。望んでいない。こんな力、いらない。え、苦痛だよ、つぶがい。お前、異能持ったことないだろ。ジギルを発揮するのは苦痛だ。一般人には耐えられない。西と、俺も異能使いだからわかる。耐えろ。ほら見ろ、つぶがい、ファントムが燃えてるぞ。生き物たちが燃えている。いや、朝じゃない。そんな急に朝になるわけないだろ、海には。これは、西斗が照らしてるんだ。月が燃えている。うわぁ、やばい！西斗！これは、やばい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 、なんか、やばい、上見ろ上見ろみんな、上、何これ？え？責任なんてくだらない。白いのが出てる。うわぁ！インフィニティ、ユニバースフレーム、宇宙さえ燃やす無限の豪華。羊が、確かに羊がラーマフロックの、ラム肉にされちゃったラーマフロックの大事な羊が。
こいつ本物だ。おい、みんな近づくな、近づくな。また雷来るぞ。総分死ぬぞ。うわー、やられた。インフィニティリバースフレームをそんなことに使っちゃダメだ、ニシト。ニシト、ダメだ。やめろ、ニシト。まずい。みんな、離れろ、ニシトから。やばい、やばい、やばい。もうやめろ。ニシト。もういい。やめるんだ。ニシト。自滅したのか。俺たちの命を、自ら死ぬことで救ったのか。おい、みんな上を見ろ。光が帰っていく。あいつ俺たちのために死んだんだ。自分を犠牲にするなって帰ってこいって言ったはずだろ。約束守らねえで。あいつ、みんな記念碑を作ろう。にしたー、ニシト、ニシト大好き。あ、ニシトがチャットしたぞ。やれやれ、一人にしてくれ。ニシトどこかにいる。ニシトがどこかにいるぞ。お前ら探せ。どこだ、ニシトは。声が聞こえる。これニシト。これ MC トマトソースって書いてるよ。ここについてる。え、あ、それ、一個、それ、ニシトは、俺たちの中に、ずっとあり続けるんだ。お願いしたら記念碑のところ帰ってきてくれるんじゃないか？この記念碑の上に、降臨してくれるんじゃない？この十字架の上に。多分。みんな記念碑に向かってもう一回 お願いしてみよう。多分この記念碑の上に、帰ってきてくれるから。I want to scatter your soul to the heartless sea, ニシト。帰ってきた！帰ってきたぞ！ニシト！はい、ということで、ニシトくんが帰ってきました。よかったな、みんな。ニシト、最後に一言あるか？ということだ、お前ら。あまり俺に近づくな。はい、ということで、ニシトくんでした。ニシトくんからみんな離れてね。ニシト、もしかしてお前、俺のホログラムコマンド真似しただろ。まあいいけどな。何のことだか。何やってんの、これ。カイキングハウスよ、これ。え？え？ What？ おい、おい、カイキングの家が、スラムだし、いいんじゃない？このままで。やばいやばい、筋肉ビルがまずい。なんとかしろこいつら、マジで。なんでこんな動き回ってんだよ、ビザーが。ここ3パートぐらいは大荒れだね。まあ、たまには嵐が来るってわけか。これ、誰か能力を使えるやつがいたら、異能使いが、ごうえんのなんか、ね、あれあれあれなんか、あれあれごうえんのあれなんか、ごうえんの使いがいたような気がするんだけど。今、ニシトが、おい、みんな見ろ、ニシトが力を貯めてる。すごい、ニシトが、見ろ、みんな、すげえ、あのミザが押されてる。このワールドで最強のモブが3体だぞ。それがたった一人の、あいつは一体。わあ、ニシトの力で、わあ、え、ウィザーが消えた。ただ村人も消えたぞ。タヌキが切れる。タヌキが怒ってる、タヌキが怒ってる、タヌキ怒らせると一番まずい、このサーバーで。なんかやばいやばい、このサーバーで一番怒らせたらまずい、タヌキは。タヌキ怒らせると一番やばいから。
武器が強すぎる上に手に負えない。何これ、ここも発展したな流言。何グランドクロスレジェンドのこれクランの拠点か。あ、のこまれしてる。なんか、え、荷物は返すからさっさと帰れ。タバコ返せよ、ライターと。タバコなんてねえぞ。これユーゴに取られたんじゃねえのか。ライターならあるけどな。ただ火の異能使いのお前にはいらないだろう。一服していこうと思ったんだがな、タバコではなくお前に火をつけなければならないみたいだ。すまんがこれ以上抑えられそうにない。帰ってくれるか。うちは禁煙なんでね。そうか。で、次回に続くって感じかな。ドラゴンボールみたいな感じです。こういうやりとりだけで1話終わります。龍玄くんの属性。龍玄くんは修繕の能力です。だから、なんだろう、中庸ですね。修繕だから。人の手柄を横取りするのは好きじゃないんでね。ここを整地したのはカキカマだ。通常であればギフトを2つ持つと、体が形を保っていられない。だが、奴は、修繕の異能によってそれを可能にしている。奴は己の体を修繕しているんだ。つまり無限に修復し続ける。相反する異能が一つの体の中にある。それが流言ハルシオン。自戒と修復を繰り返し、肉体はより強靭なものへと昇華していく。レッテ知ってるか。あいつの異能、お前も体感してみるといい。自分ではまだ気づいていない。奴に会ったら手助けしてやってやれ。じゃあな。俺は誰かの異能を開眼させることなんてできない。そんな無責任なこと。あの事件があってから俺はやめたんだ、人と関わるのを。だからこの荒野に一人で住んでいる。俺は一人でいい。なるほど。はい、こんにちは、くんです。ということで、この異能を見てください。西野くん、これなんていうの？ね。これ何これ？知らないね。興味ないね。豪炎の西野じゃないの？グランドクロスレジェンドクランの豪炎の西野でしょ、これ。そう、ですね。50人クラフトで、豪炎の西野って言って、西野くんってね、炎の異能の持ち主なの。あ、ごめん、本人がそういうのが好きだからみんなでこう乗ってあげてるだけなんだけど、本人がそういう異能とかこうそういう能力バトルが好きだから、本人のためにコマンドを組んであげて、実際にマインクラフト内でね、この炎の異能が使えるように、しました。西野くんちょっと歩いてみてください。ほら、炎がちゃんとついてくるんだよね、これで。今回のルールを説明しましょう。西野くんはね、この炎の異能を持ってるのでめちゃくちゃ強いです。ちなみに西野くんの半径 3マスから6マスの間の人に雷が落ちます。なんで近づいたら死にます。なんだっけ、西野くん、ユニバース、なんだっけ、ユニバース、え、宇宙をも焼き尽くす豪炎、ユニバース、インフィニティユニバースフレームだっけっていう技があってですね、西野くんの。はい、で、西野くんのミッションは4分間キングザグー、この城の王ですね、この王を守ることです。あれ、キングザグーどこ行った？あ、いた。このキングザグーは震えてます。はい、王は上で震えてる感じですね。で、この王を、4分間守れれば、西野くんの勝利です。これ西野くんの強化、西野くんって、ダイヤとかが与えられるの？これ。超強化されるみたいな。それやってない。あ、普通なの？体力普通？体力普通なの？西野くん。大丈夫かな？それ。一人で西野くんどうする？体力上げる？倍にしますか？ちょっと硬くした方がいいんじゃない？体力。攻撃は即死でしょ？すごいな、火の異能が。あ、異世界転生系なの、その、なんかスーツ着てるのは。普通のサラリーマンだった俺が転生して炎使いになった件についてみたいな。異世界転生もの、それ。西野くんそういうの好きだからね。別にリゼロとか好きじゃねえし。あ。いつものやつやんないの？覚醒するやつ。西野くんの好きなやつ。わー、出た！なんだこれ、雷落ちた、日照燃えてるけど、これ大丈夫なの？
これがいつものやつか。怖っ。え、ニシト君が燃えてるよ、これ。強炎ニシト燃え死ぬんじゃない？大丈夫？炎の力を貯めている。あ、貯めてんのか、これ。あ、自分を削って戦うんだ。この異能。すげえ。自らの体力を生贄にして強炎を召喚する。ニルバーナ・カタルシス。かっこいい、ニルバーナ・カタルシスだって。ゴノン、てめえ。かっこいい。よし、やりましょうか。さあ。強炎ニシト VS49 人スタート。あれ、なんか収まったぞ。うわー、なんか待たせた。ニシト君体力20になったけど大丈夫？全部やれるのかな。ニシト君素手で戦うのか。え、ニシト君素手？素手なの？ニシト君、ね、先生、先生、あの先生、先生素手らしいですおいおい、キングが、キングザグーが死ぬぞ。まずい。キングザグーがやられる。王が、あ、王殺しの剣が、あーあ、終わりました。チン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 。結果1分20秒でした。残り2分40秒でした。いや、これまだまだ本気出してないだけだから、多分ちゃんと最強弓とか配られてなかったから、最強弓最強剣が。そう、負け演出、これこれ負け演出だから、西戸くんので。なんかあの落雷しなくなかった？落雷もしてないね。今のは守りの方ディフェンシブフォーム、次はオフェンシブフォーム。だから微妙に稚拙な英語なのがなんかWhat? What?なんだ今の。ご、強炎。夜な。やれやれ、また俺なんかやっちゃったんですか。これが真の力か。我が身を持って敵を撃つ、サクリファイス。かっこいいね。生贄だって。やめて、やめ、やめとか言わない。そんなこと言わないよ。でもナロー系の主人公、やめとか。地獄の王との戦いの中で編み出した奥義、イージス・ヘル・インフェルノ。あの、すごい、すごいんですけど、なんか音やばいんですけど、やばい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 、近づけない。うわー、なんじゃそりゃ。おい、近づくな、死ぬぞ。うわー、やべえ、こいつ。うわ、暇人わざと生かされてるぞ、これ。グランドクロスレジェンド夕凪の西と、間違っていたのは俺じゃない、世界の方だ。かっこいい。もう名前がさっき西とだったもんな。ただの、多分覚醒したんだ。すごい、かっこいいね。近づくと俺どうなんだろう。近づいてみるか。いった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 。なんだこれ、なんだこれ。 HP ミリにされる。じゃあこれでいきますか。ワンパン剣とワンパン弓。いや勝てる、いや勝てないと勝てるとか、あの西翔くんかっこよければそれでいい。別にザグ気をつけろ。ザグ死ぬぞ。あ、ザグ、ザグ死ぬ、ザグ死ぬ、ザグ死ぬ、ザグ。おい、ちょ待って、おい、なんでザグが死んだ。おい、ふざけんな西翔、お前。おいおいおい、西翔しもた。力が強すぎるゆえ制御できません。おうよ、後ろに下がりください。西翔、もう前線出ないと。もうキングザグ上行ったよ。ニシトじゃないか。ハイパースーパーグランドクロスレジェンド夕凪のニシト、間違ってるのは俺じゃない、世界の方だか。かつての大殺しキングスレイヤーが今玉座にひざまずく。世界が敵だ。かっこいい。夕焼け見つめんのかっこいい。あ、もうニシト君も最初のところ行った方がいいんじゃないこの階段の絶対避けられないところにやっぱいないと。もう最初のところにいると。最初のところにいたらどうなっちゃうんだ一体。え、やばいだろそれ。リスキルじゃんおい、こんなことしていいのか主人公は。じゃあ行きましょうか。カウント、ゾンビアタック膠着型にしたる。え、あ、に、西翔くん、あれあれ、先生、先生、あかん。あ、戻されたのか。先生、先生、ちょっと待って、
あの雷機能なくなってね、なんかちょっとまたコマンドミスかこれ。いやコマンドミスじゃなかった。うわこれはやばいな。これ屋内にいたらでも届かないんじゃない。でも突破してね、そんなバカな。キングは無事だぞ。あれあれ、結構簡単に突破されちゃうね、なんか意外と。親衛隊つけるか、これマイクラ的にきつそう。あーじゃあ西都専用のダイヤガチガチ装備つけるか。あのエンチャで最強にしたぞ、あの防具置いとけばいいんじゃね。ここに突破されちゃうのか。まあだからあれじゃない、何人か赤チームにするか、騎士を。なんか無名しか挙手しないな。フォロワー1万人以上許可する。フォロワー1万人以上のみ。よし、ビッキー、ゴドン。よし、じゃあフォロワー1万人以上の騎士団作ったから、まあ8人いれば。ポテチはちょっとダメかな。 MS? あ、 MS か。これニシトの周りじゃなくて、もうここいたらここでいいんじゃない。あの騎士団はもうこの階段のところ守るのでいいんじゃない。ニシトくんが前線で戦って、階段かこの上か、階段がこのここだな、ここで殴り続けるとかじゃない。一番上まで。俺たちも異能ある。いや雑魚兵士だからない。あのよくあるじゃん、あの老系とかである、なんか雑魚兵士役みたいな。あの敵の異能使いが出てきたら瞬く間に殺されていく役ね。西都騎士団グングニールナイツ、すごいな。なんか槍、聖なる槍の名前を冠する騎士団なんだ。下がってろ、お前らを巻き込みたくはない。ゾワゾワが止まらん。おい小太郎、巻き込まれるぞ、死ぬぞ。小太郎は、あの警告だ今のは、多分警告された西都に。もう西都くん体力無限にする。ノックバック無効、跳躍力移動速度上昇だって。もうクリエでいいのでは。自分の雷が痛すぎる。あー体力無限とかでいいんじゃない。できないのか使用上。体力無限ノックバック無効はそれでいこう。もう一回最後ね、ラストチャンス。え、なんか西都なんか消えてない、なんか。え、西都やばい、西都が消えた。ああ現れた。早く動いてて多分分かんなかったのか。じゃあカウントプリーズしますか、ラスト一戦。西都くん始まったよ。さあ西都の矢が外れてる。範囲攻撃だ西都。ちょっと下がんないと抜けてるぞ別方向から。ちょっと下がんない、下がんない、下がんないと。やばい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 、みんなぶっ殺してる。いいぞいいぞ西都、西都いいぞいいぞいいぞ。なんかわけわかんなくなってるけど、全員ここで火で死んでる。誰も突破できてないぞ。あ、一人突破したけど大丈夫大丈夫。あの後ろのあの雑魚がやる。西都くん頑張れ。西都くんやばい、もうなんか人間の見える世界の話はなくなってる。すごいやばいな、燃えまくってる。これみんな一斉に突破しないとこれいけないぞ。これ一斉に突破しないと突破できないぞ。こんなバラバラに来ても全員西都のあの強援に焼かれるよ。あ突破した突破した、一人突破したけど大丈夫大丈夫。あの親衛隊がいる、まだ大丈夫。あの まだ MS5 ドン大丈夫か、これ MS5 ドンで守れるのか。
MS とゴドンで守れるのか。 MS 守れよ。あれ MS が死んだ。ええあれ、あれ、お、お、王がいない。キングザグ隠れてるわ。王賢いな。西田くんリスキルしに行かないと。これこれザグーは、キングザグーなんか変なところいるぞ。王怯えてる。味方も殺す系クズ主人公。あと1分だよ西田くん。やばいやばい、跳躍やばい、跳躍やばい。これザグーが見つかんないぞ。これザグーのおかげじゃんこれ。西田暴れてるだけだぞ。味方ぶち殺して暴れただけだぞ。すげえ雷落ちまくってるし。みんなめっちゃ探してる。ザグ頑張れ、あと40秒だ。頑張れザグ。西とかやってるから、今リスキルしてるから頑張って、ちょっとでも探索人数を減らすために。あーザグ殺された、残り27秒。守るべきものを失った後も西とは戦い続けた。いいね、なんか、なんか悲しみの主人公っぽくてよくない。これこれあれでしょ、なんか回想シーンでしょ西との。いやなんか主人公の辛かった失敗した思い出みたいな感じで、第1話の豪炎っていうタイトルで、最初にこう失敗してしまったみたいな。そう、こっから立ち直る。やばい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 ことになってない。イカれてるイカれてる、ぶち壊れてるぞ。なんか雷が、これ怒りの雷か、豪炎の能力の。いい校長戦だった。ジジ。それから今2年間経ちました。2年間ほど僕たちは、まあ実際は2ヶ月ぐらいだけど、再びこのサーバーに帰って、参りました。皆さん、なんか2年間で何か変わりましたか？ジャッとかは。仕事は？就職は？彼女は？あと2年後も変わってなさそうな連中は誰だろうな。正直さ、2年前の50人クラフトっていうか、まあ参加型みたいなのがあって、その時から参加してるやつで大体ヤバいやつしかいないんだよね。2年間も参加してるやつで相当ヤバいから。何見てんだよ。いや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 、大体みんななんかいろいろね、学業だなんだとか言ってね、みんなやっぱ大人になっていくわけですわ。この50人クラフト卒業して大人になってね、友達ができて、まあリアルでなんか学校とか行って進学して、そして家族ができたり、また彼女ができてみたり、社会人になって立派に働いて、なんかちょっとレフトゲームしたぞ。見たり、まあするわけで、ね。まあ2年間もすれば、1年間もすればみんな卒業って形にね、まあ、言い方を良くすると、上に、まあ行くわけなんだけど、ね。上に行ったみんなは元気かな。上に行ったみんなは元気かな。あ、ちなみに上に行くの元ネタは、龍玄くんってみんな覚えてる？中二病キャラの。龍玄くんは、なんかツイッターで、僕は50人クラフトやめますって言って。で、僕はもう上に行きますわ、つって。上に行くって言ってやめてった。で、今では、そのね、上に行くってやめた、まあ、5ヶ月後ぐらいの今では、ニュースとかそういうなんかバズってるツイートに対してリプライで、その画像を保存させてもらって。シェンロンの画像みたいなのをツイートしたり、リプライしたり、クソリプ、画像クソリプみたいなのを繰り返してる状況になってる今。